多数の未確認飛行物体が接近中ということで、今日はスパフォでコモナ。今日のコモナのセッティングは、リロード強化のスミソ、つまり体感重視ですね。昨日対空セッティングしてて体感攻撃やっちゃって大失敗。ということで今日は、いつもの MTD で飛んでたコースをスパフォで飛んでみます。コモナの場合は料金がな、同じチームで食い合いになるからな。じゃあいつものコースで飛ぼうと思うが、料金はどういうことかな。左行ったね。この通りに行ってみようか。ここでホバークラフトの3連発で、ここでホバークラフトに一発撃ち込んだら、ここで反射、こちらの空爆も中央はブラボーの方が近いから、ちょっとアルファスタートの前は不利。敵に足の速いのがいないかったら結構くれるんですけど、南か西か。ああ南だった。逆タリズマンに何か逆行った方がいいな。いやこっちは MTD 狙われてる。
MVP いただきました。オーナーもいただきだ。アルファスタートでオーナーもらえると嬉しいですよね。戦場の王者ね、最も優秀な選手。危険運転もついてるけどさ。